中山競馬場11レース第57回スポーツ日本賞ステイヤーズステークス G2 芝コース内回りを2周 3600m に16頭ですスタンドの影が芝コーススタートコースもすっぽり追ってそのうちの障害コースにまで伸びてくる時間帯となりましたゴールのところ照明塔には光うと明かりがと思っています伝統の長丁場ステイヤーズステークスファンの見守るスタンド 前16番アケルナルスターが向かって収まります全馬ゲートに揃いました係員が離れてスタートしましたほぼ揃って出ましたが若干セファラジエル後ろからになったかまだスタンド前広がっていますどの馬が出ていくか7番のアイアン・バローズ外から15番アフリカン・ゴールド内は4番ヒュミドール 外からやはり15番アフリカンゴールドが先手を取りに行きました7番アイアンバローズは2番手3番手インコース4番ヒュミドールスタンド前から1コーナーにかかりますこの23馬身後ろ2番ワープスピード1番キングズレイン5番手を取りましたその後ろに11番テオーロイヤルです徐々に隊列が長くなって2コーナーやはり行きました15番アフリカンゴールド先頭ディード1馬身 1>, 1馬身差でついていく7番のアイアンバローズ2番手前の2頭が後ろを離して向こう上面へと出ていきました2番手から5馬身差ができてポツーンと4番ヒュミドール3番手また4馬身が空いて2番のワープスピードが続きます4番手この2馬身後ろ外11番帝王ロイヤル内に1番キングズレインが並んでいっています最初の 1000m を通過していったところ縦長の隊列となっていますキングズレインの後ろも4馬身ぐらい空いています 6番のメロディーレーンが追走していって内に9番ダンディズム外は3番の藤正インパクト3コーナーのカーブにかかりますその後ろ5番のマイネル・ウィルトス8番レッド・ジェネシス34コーナー中間に向かっていってあと後方より14番グラン・オフィシエその後ろ10番のシルブロン4コーナーにかかっていきます4馬身5馬身がいて後方より後ろ3頭16番アケルナル・スター離れた後ろ2頭13番ジェットモーションに12番セファー・ラジエルです この間に前の2頭がまた後ろを離す形になって短期先頭7番アイアンバローズです7番アイアンバローズ先頭で差を広げていきました6馬身7馬身と差をつけてホームストレッチに戻ってきています大きく離れた2番手に15番アフリカンゴールド拍手は上がります2番手からまた56馬身差ができています4番ヒュミドール3番手先頭ゴールの前を通過ここからあと1周 3番手から3場所に座2番のワープスピード4番手、外から11番、テオーロイヤル、スーッと12番、セファラジエルがスタンド前で仕掛けて3番手の外まで上がっていきました、テオーロイヤルのすぐ後ろに1番、キングズレインとなっています。ココーナーーーナナから 7番のアイアンバローズが2番手以降を離す形になりましたアイアンバローズが大逃げの形になってリードが12、3馬身あります2番手には15番アフリカンゴールドですこれに追いついてきた12番セファーラジエル2頭2、3番手先頭が向こう正面にかかります2、3番手の2頭からまた6馬身ぐらい空いて4番ヒュミドールの追走その後も4馬身ぐらい空いています2番のワープスピード5番マイデルビルトその後ろに1番キングズレインですテオーロイヤル外からは14番グランオフィシエと固まって向こう 上面中間を過ぎていきますその後ろ9番ダンディズム10番シルブロンメロディーレーン8番レッドジェネシス3コーナーをカーブしていきます後方より3番藤正インパクト16番アケルナルスター追い上げていって後方に13番ジェットモーションです 3 4コーナー中間に向かって前の3頭徐々に下がらなくなって600を切りました7番アイアンバローズリードは1馬身ぐらいまで詰まってこれに15番アフリカンゴールドが合わせに行きます前の2頭下がらなくなって3番手1馬身半後ろ12番セファー・ラジエル残り400を切って最後の4コーナーカーブその後ろからはヒュビドールマイデル・ビルトスキングズレイン 直線コースへと向かってきますもう一度振り切った7番アイアンバローズ3馬身4馬身のリード2番手に上がって追ってくる5番のマイデル・ビルトス200を切ったその後ろから帝王ロイヤル内ワープスピードその後にキングズレインですが残り 100m 少々粘る7番のアイアンバローズリードは3馬身4馬身2番手接戦アイアンバローズを押し切ったゴールイン2着は11番帝王ロイヤル3着に5番マイネル・ビルトスその後ろ2番のワープスピード4番手 途中から7番アイアンバローズ大逃げの形になって一旦はアフリカンゴールドが迫ってきたんですが直線に向くてまたその追撃を振り切って差してきた馬たちも抑えきってのゴール待望の重賞初制覇を決めましたステイヤーズ・ステークス3度目の正直での制覇 導いたのは石橋周希守そして2着には最後外から11番帝王ロイヤル上がって5番マイネル・ビィルトスが3番手勝ちタイム3分45秒4上がりタイムゴールまでの 800m が47秒 8600m は35秒6です長丁場の経験がものを言ったか7番アイアンバローズ ステイヤーズ・ステークスおととしは2着去年が4着3回目の挑戦で重賞タイトルに手が届きました到達順はすんなり上がって1着7番アイアンバローズ2着11番テ王オロイヤル3着5番マイネル・ウィルトス4着2番ワープスピード5着1番キングズレインと上がっています確定までは